お疲れちゃんです。ラットです。さあ、決定、今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はね、こちらのスケラデッキを紹介したいなと思います。で、こちらがですね、今なんと勝率が一番ですね。ここ直近の、グラチャレで一番強いデッキがこれになってて、マジで弱点がほぼないんですよ。ほぼなくて、まあ、高回転のコウモリデッキがしんどいとか、まあ、なんかそんぐらいなんですね。本当にそれぐらいで、こう、スケルトンラッシュってね、基本的にクロスとか、まあ、そういうものがね、辛くなってくるんですけども、クロスに対しても、高回転でタルババとポイズンが回って、マスケとかもね、クロス側からしたら嫌だっていうので、結構勝てますね。で、本当に、スケルトンもいて、こいつがいると、まあ、なんでもね、デッキの回転が良くなって、こう、受けにもなってね、優秀になるんですけど、デッキ自体が。まあ、こう、安定するね、デッキになっています。これ、ね、めちゃくちゃ強いですね。なんで、多分ね、他の YouTuber もあげると思います。よろしく!ってわけで、まあ、やっていきます。なので、さすがに今日は、この動画で僕が負けることはないと思いますね。このデッキマジで強いんで、冗談抜きで強いですね。UNO5 ですね。さあ、やっていきましょうっていう感じなんですけども、この前ね、Amazon で、Amazon かどうか忘れたんですけど、バスケットボールを買ったみたいな話をしたんですけど、やっと届きましたね。はい。届いて、もう、公園がやっぱ近くにあるんで、行きたいんですけども、バスケしにね、運動したいなってすごい思ってて、ずっと、まあ、ずっとしなかったんですけど、ジムも行きたいなとか思ってて、一回も行ってないし、まあ、僕思うのは思うんですけど、行動に移せないタイプ、徹底、典型的な、まあ、クズとまではいかないですけど、さすがにな、言い過ぎな、さすがに言い過ぎなんですけども、まあ、思うのは思うんですけどね、行動に移せるかがやっぱ人間って大事じゃないですか。ちょっとあんま移せてなかったんですけど、やっぱジムだと辛いですけど、バスケなら、僕ずっとバスケ部だったんで、ね、好きなことなら別にできるよねっていうので、バスケットボールが届き、もう服もあり、もういつでもできるんですよ。いつでももうできる準備は整いました。まあですが、今ちょっと寒いじゃないですか、まだ。最近ね、もちもち暖かくなってきてるんで、まあそろそろね、こう、外で遊べる時期が来てるかもって感じなんですけども、まだちょっと寒いじゃないですか。だからもうちょっと贅沢言うならね、もうちょっと暖かく、もうちょっと春っぽくなってからやりたいみたいなね、このわがままがやっぱあるわけなんですよね、僕にも。はい。まあわがまましか基本的にないんですけど、僕、末っ子なんでね、基本的にわがままばっかの人間なんで、まあ結構僕とね、絡みある人は、まあ間違いないそうだなって感じだと思うんですけど、そうなんだっていうね、印象を持つ方もいるかもしれませんが、なので、もうちょっと暖かくなったら、バスケしにね、公園に行こうと。思います。またリーグもね、今もう、こう、結構忙しい時期なので、よいしょ。クララもね、結構やってるので、あんまね、こう、バスケやりすぎてやるな。外運動もやりすぎるとね、クララやる時間もなくなっちゃうんでね。とか言ってると、本当にね、あれ、運動しないですよ。もうチクチク運動しようとか言ってんのに、気づいたら1年経ってるとかありそうですからね、余裕で。よいしょ。そうそうそう。いや、完璧な位置のマスケ。やばい。やばい。いや、いい。ベビーが残ってる。これ、スケートラッシュ打っちゃいましょう。フィ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 っていうので、多分僕、やる作業を基本的に、でも、あんましないか。あんましないんですけど。そうですね。ちゃんと今回運動したいなと。思いますね。マジで。よいしょ。もう本当にただそれだけなんですけど。運動を非常にしたい。で、なんかね、バスケ系のね、動画あげようかな、ワンチャン。YouTube にあげるかは、ほんと際なんですけど、ただただね、バスケシュート打ってる。うん、本当に、そんな興味ないじゃないですか、ぶっちゃけ。バスケしてんのかってなっちゃうので、まあ、インスタ、一応やってるんで、インスタぐらいになら、まあね、軽く、あげてもいいかなと思ってますね。いや、なんか、負けそうになってきた。相手のプレイが、変わってきましたね。そこ受けて、これスケートなしで打つだけで勝ちだと思いますからね。なんか、美味しい。なんか来ましたね。彼のスケール打っちゃって、ポイズン構えて終わりかな。で、これはもうポイズンタグでもいいか。マジアチャに打ちたいですね。はいはいはい。で、ベビー、待って、6つ止まる。6つ止まってよ。うい、止めて、で、多分マジアチャがすごい来そうな香りもしてはないこともないですね。来ましたね。マジアチャでも射抜けない角度がジジイですね、相手。相手角度がジジイだった。オッケーオッケー。そんなこと言ったらよくないですけどね。
そこでさすがにスケートなしで、てかちょっと相手のデッキもね、結構、流行ってるテンプレデッキだと思いますね。まあでも本当に今このデッキはね、頂点ですね。結構ガチで。なんかこう、たまにいるね。ラバルガゴガゴとか。まあ、なんかそういう感じは、なんかたまにいる系シリーズですね。たまにいる。わかります？エリババレイジとかこういっぱいいるじゃないですか。いっぱいいる系には強いんですよ。なんですけど、たまにいるね。他に例え出てこないんですけど、もう、スキャラフリーズとか。たまにいるね。なんか変なね。ジャイバルーンガゴガゴとか。まあ、バルーンガゴガゴが多分ね、きついかな。バルーンだけとか、まあ、ガゴガゴだけなら、こう多分やりようが結構あるんですけど、高回転なんでね。はい、なんかそういうちょっと、こう、ひねくれチックなデッキと当たってしまうと、苦しいのかもしれないなとは思いますけど、基本的なね、有名どころのデッキとか、なんかね、こう、ロイジャイとか、こう、陸系ね、非常に強いと思いますね。タルババとボムタワー、そしてナイトス系。陸には圧倒的強いと思うので、ぜひね、これを機に使っていただければいいんじゃないかなと思います。さては動画アップできる。ああ、マッチングしましたね。よいしょ。よろしく。ポポンキョウさん。ポポンキョウのラモさん。さあ、ですね、結構グラチャレとかもサバカをやってる人がね、非常に増えてきたので、こう、もうね、相手めちゃくちゃ強い率がすごい高いんですよね。日本人だと特に。みんなサバカ、サバカ、サバカ、とか、海外の名前でも、もう基本サバカみたいになってきてるので、勝ちたいところですね。ラムさんなのか、誰かのサブアカなのか知りませんが、よろしく。とりあえず、やりゴブ、雪玉ムート、あ、コカッちゃんかな？バレるかもいます。バレる、バレ、タラパパね。これ1個外れてはないですね。定位置。これちょっと怖いですね。いらないですね。あぶねー、行ったかもしれねえ。で、相手は、コカッちゃんですね。コカッちゃんに対しては、ちょっと前半耐えたいかな。前半、ポイズンまで打たないと削りきれないんです。てか、こう、なんていうんですかね。コカツとかに対して、てか、スケルトンデッキ自体がですね、前半スケル打っても、なんか相手がやっぱユニットで対応してくると、ポイズン打たないとダメージが決まらないんですよね。わかりますかね。そうだから、スケラポイズン打って、やっと攻めの形が完成するんですよね。なんで、よいしょ、うわぁ、これやべ、回転が1個間に合ってね。こう前半はあんまスケルトンラッシュを打たずにね、立ち回っていきたいですよね。っていうのは、個人的にありますね。よいしょ、とりあえず、イモります。1回耐えますね。防衛です。で、もう2倍タイム、3倍タイムに入ってくると、スケラプラスポイズン打って、まあ、しっかりその後もコストからなので守れると、言ったところで、前半攻めてしまうと、ポイズンってしまうと、アド取られて、まあまあ、ミーやーって感じでやられちゃいますね。これポイズン打っちゃおう。アド取ろう？うい。これは何かの読みでしょう。ユーの、アド取ろうワンチャン来るかもしれないですね。ベビーだったら、ずれてる。で、これあれっすね。スケル打って、なんか出てきたらここに。いいアウトローですね。これは非常に。非常にいいアウトローだ。まあ、ですが、ムート、なんか、ベビードラフチリパーティーしちゃってますね。これは美味しいですね。非常に。でも、なんかその、ミリ残りマジで、ミリ残り安っすよね。よいしょ。さあ、耐えます。非常に耐えます。これ一回待っていいですね。端前のドラがワンチャンいきます。ですね。ですですです。ですです。で、右はムート。おぎおぎ。まあまあまあ。まあまあ。全然ね、焦らず行きましょう。その端前プリンは厄介ですね。これもボム使ってやっちゃいましょうか。さては、右側行ってもいいかもっすね。これは。タルー。で、いやー、これ、スケラ打つタイミングむずいですね、非常に。バイゼの方もうまいですね、なんか。いつ攻めようかなと思っているのですが、いつ攻めましょうか。ここはナイトで。ナイトでいきます。いや、僕はもうね、非常に陰キャしてます、今。これもポイズン削りしていきます。スケラの強みは、スケラ打たなくても、基本的に防衛がやっぱ硬いので、ポイズン削りができてしまうところですね。あとはこのマスケットガニに相手がロケットとかね、そういうのユニットを抑えてくると、ちょっと厄介になりますね。
思いて、まあそうですね、相手からしたらロケ削りをしたい、まあお年頃ですよね、そういう、よいしょ。で、こうボムタワーを延命すると非常に相手からしても辛いと思います。あ、これやべ、ミスった、なんでタラバ押さえた俺。バカ、すっげーバカなことして今。あ、待ってやべ、ムート入ってないんかい。やべ、ミスった、いろいろミスってる、やべ。おんちゃらけ、あー。そうっすね。いや、いいっすね。非常に。うぅ、やべ、ミスった。やり込むか。あー、そうっすね。いや、ですが、これはいない、勝ちたい。非常に勝ちたい。こう、真ん中ムートとかで射抜いてきそう。来ない。来そうなのは来そうでしたね。さ。このデッキでは負けたくないですね。いやー、待って、なんで外してる。あ、オッケー、もうポイズン削り。で、スケル打って、始めプリン？カモン？待って、これ、ロケ。やべ、ダメージ。スケル入る。うんげ。あー、うまい、これは。え、でも勝てましたよ、なんか。途中、なんかやっちゃってましたね。ユーノの突進入ったり、かな、なんか。くー、もっとね、もっとこうダメージ抑えれましたね。なんか、普通に相手のユーノとかには、ボムタワーないとスケ、マスケとか、まあ、受けがあるんで、なんか、ちょっともったいないですね。ダメージ結構入っちゃったので、まあ、これ相手がうまかったかな。まあ、勝たないといけないんですね。はい。まあ、リーグで勝ちます。全然相手知らないけど。というところですね。なんかのダメージがちょくちょく入ってたな。なんだろう。全然わかんないですけど。バレル1回1体残ってたのと、なんでしょう。8枚プリンの時はまあしょうがないとして、あのロケ削りずっとしてきてましたんで、もっと積極的にスケラープラスポイズンまで打ってよかったっすね。何回か打ってないシーンがあったので、ポイズン打つだけで多分相手は結構苦しい印象がありましたね。悔しいですね。はい。というわけで、やっていきましょう。さあ、行きましょうかね。よろしく！いや、ちょっとお腹空いてきましたね。今夜に動画撮ってるんですけど、この時間帯、非常にお腹空きますよね。2時、3時あたり。なんか、やっぱ夜ご飯、基本的に8時、7時とかに食べるじゃないですか。まあ遅かったら9時とかかな。まあ早い人は多分6時とかに食うのかもしれないんですけど。めっちゃ冷めてきますね、この人。まあ一旦守りますね。はい。なんですけど、やっぱご飯食べて、もう5、6時間は、7時間、8時間ぐらい経ってますからね。めちゃくちゃお腹空いてきましたね。何食べようかな。家に、この前カップ麺を5、6個買ったので、焼きそばだけですね。焼きそばだけで、ラーメンも好きなんですけど、まあどん兵衛も好きなんですけども、基本的に、よいしょ、これ、ボブンドケチョウかな。カップ焼きそば好きなんで、僕、カップラーメンよりカップ焼きそば派の人なので、お前、UFO ペヤング一番安い焼きそばの3種類を2個ずつみたいな変な買い物をしましたね。全部、まあ、買ったのは買ったものの、食べてないんですけどね。とりあえずね、カップ麺とか別に期限ほぼないんで、蓄えるだけ蓄えて全く食べたりはしてないんですけども、相手のデッキはスケラファイボっていうちょっと珍しくないですか？タル構えて、これ突破できますね、多分。おい、からの。多分、これは打っていい。あー、このスケラは？ああ、まあ、バーバリアン。アイスイズ、マスケ、ファイボスケラって、おし、って感じですね。ファイボなので、ぶっちゃけ、防衛スケルトンが最強みたいなのがありますね、これ。ここのスケルトンですね。ここのスケルトンで、下側をね、基本的に回収します。下側を回収して、上側はボムタワーでやってもらおうって作戦なんですけど、ボムやべ、ちょっと待って、やべ、え、なんか、やべ、ちょっと待って、やべ、ほんとやべ。いや、耐える。一発か？やば、ファイボースケラちょっとやばいですね。いや、ファイボフリーズやば。やばいですね。やばいしか出てこないですね。いや、勝ちたいですね。なんか、普通に勝った感、てか、なんか勝てそうみたいな雰囲気僕すごい出してたんですけど。余裕で負けそうですね、今んとこ。これ、あやババがまあ来るんでポイズン打つでしょ？で、ここからですね、問題はどうしていこうかな。うっとまるのか。このマスク残ると思ってましたね。ですが、もういい。これね、マスクで回収しつつ、これスケラと、まあフリーズっすもんね。これぶっちゃけ捨ててもいいな。
ぶっちぎり捨てていいから。で、まあ、ババか。うわーこれやばいっすね。そしたら、うえー負けるー、そんなことが。勝率1位だぞ。勝率1位のデッキが2連敗していいものなのか。うわーやられましたね。これはもう、ない。ただただの苗ですね。ってわけでカップ麺食べてきます。